The Velvet Undergroundは1964年に結成されたアメリカのロックバンド、ベルベッツという略称でも呼ばれる。商業的な成功を手にすることなく解散したが、ルー・リードのポップセンスから生まれる美しいメロディライン、文学的素養から生まれた同性愛や SM などの性におけるタブーやドラッグなどについての歌詞、ジョン・ケールによる前衛的かつ実験的なサウンドを特徴とし、同世代のデビッド・ボーイやザ・ストゥージーズ、ドアーズや後進のパティ・スミスやテレビジョン、ジーザス&メリー・チェーンをはじめとする多くのアーティストに影響を与え、ロックの芸術性の向上に大きく貢献した。1996年にロックの殿堂入りを果たした。ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第19位。1963年、大学を中退したルー・リードはニューヨークに移り、レコード会社の雇われソングライターをしながら、自分名義のレコード契約の機会を伺っていた。1964年のある日、リードはウェールズ出身で現代音楽を学ぶためにアメリカに来ていたジョン・ケールと出会う。共通の音楽的アプローチを有していた二人は意気投合し、バンドの結成を模索。1965年頃にはスターリング・モリソン、アンガス・マクリーズの二人が加わる。ケールの友人で音楽グループ、シアター・オブ・エターナル・ミュージックの一員だった。トニー・コンラッドがリードらに1963年に出版されたThe Velvet Undergroundというノンフィクションを教えた。同書はジャーナリストのマイケル・リーが書いた性的盗作に関する書物だった。マクリーズはバンドの名前にふさわしい名だと考え、アンダーグラウンドシネマを想起させることから他のメンバーも気に入り、1965年11月にバンド名が決定した。その直後、マクリーズが脱退。後任に、モーリン・タッカーが加入すると、ベルベット・アンダーグラウンド名義で本格的な活動を始める。ルーの友人であった、モーリンの兄が、大学時代の同僚スターリングをルーに紹介し、後に、モーリンも兄を通じて、バンドに加入した。初期のベルベッツは、グリニッジ・ビレッジのカフェ・ビザールを拠点として演奏していた。ある晩、彼らの演奏を目にしたアンディ・ウォーホルは大いに気に入り、自身が企画していた音楽、ダンスフィルム、照明、そして聴衆をも巻き込むマルチメディアイベント、エクスプローディング・プラスティック・イネビタブルでの演奏を要請する。同イベントで演奏を行ったベルベッツは、ニューヨークのヒップな文化人たちに熱狂的に受け入れられた。これがきっかけで、ウォーホルのプロデュースの下でのデビューアルバムの制作が決定する。アルバムの制作に先立ち、ウォーホルの提案により、ファクトリーに出入りしていたドイツ生まれのニコがボーカルとして参加する。こうして5人組となったベルベッツは1967年3月、ウォーホルによるバナナのジャケットで知られる、ベルベット・アンダーグラウンド&ニコでデビューを飾った。当初は3万枚ほどしか売れずヒットしなかったが、後に名盤として再評価され、買った3万人全員がバンドを始めたという、ブライアン・イーノの有名な一節もある。ユールが加入した、ベルベット・アンダーグラウンド。左から、リード、タッカー、ユール、モリソンバンドは、CBGB やマクシズ・カンザスシティなどのライブハウスで、コンサートを行った。やがて彼らは、ウォーホルとの関係を断ち、ニコが脱退した後の1968年1月、セカンドアルバム、ホワイトライト、ホワイトヒートを発表。より前衛色を強め、ホワイトノイズを多用した17分に及ぶ大作、シスター、レイが並ぶなど、より暴力性とノイジーさが際立つ作品となった。しかし、アルバムの制作途中で、リードとケールの関係が悪化。ベルベッツを主導していた立場のリードに対してケールは、ベルベッツの中で居場所を失い、このアルバムを最後にリードによってケールは脱退させられる。後年、リードは本作の制作状況に関して、ウォーホルとの関係を断ったことから自由に作れるようになったが、結果的に歯止めが効かなくなり、まとまりを欠くものになった。そして、最終的にケールが脱退する事態になってしまったと、語ってる。ゲール脱退後、ダグ・ユールが加入した。1969年3月にサードアルバム、ベルベット・アンダーグラウンドを発表。全体に、叙情的な面が目立つが、前作のような過激さも併せ持っている。また、このアルバムに関しても、リードは後になって、自作と同じように、会社側に勝手にリミックスされたと主張している。バンドとしては、この時期が最も安定しており、スタジオ音源、ライブ音源ともに大量に残されている。ただし、レコードの売り上げは相変わらず芳しくなく、レコード会社から契約を切られてしまい、当時レコーディング中であった4枚目のアルバムは、お蔵入りとなってしまう。その後、新たにレコード会社との契約が決まり、新規移転。4枚目のアルバム、ローデッドの制作に入る。お蔵入りしたアルバムの内容を大幅に見直し、全曲新たにレコーディングされ、楽曲自体も多くが新曲となった。内容は、スイート・ジェーンやロックンロールといったリードが後年になっても演奏する、曲を含むオーソドックスなロックンロールアルバムであり、以前のような前衛的、実験的な要素は抑えられ、ポップな仕上がりとなっている。ただし、リードは会社側で勝手にリミックスしたと主張しており、このアルバムをあまり評価していない。ちなみに、このアルバムのドラムとしてクレジットされているのは、モーリン・タッカーだが、実際は妊娠中で、ほとんどドラムを叩いておらず、実際にドラムを叩いたのは、ダグ・ユールの弟であるビリー・ユールと数人のスタジオミュージシャンである。レコーディング後半頃からリードの精神状態が急激に悪化し、その後、ライブツアーの途中に突然失踪し、そのまま脱退してしまう。1970年8月のことであった。結局、ローデッドがリリースされたのは、リードの脱退、1ヶ月後の1970年11月となった。このアルバムは、その後、ロングセラーとなり、結局、ベルベッツのアルバムとしては最も売れたアルバムとなった。リードの突然の脱退により、バンドの活動は暗礁に乗り上げるが、レコード会社の意向やライブの契約の関係もあり、結局バンドは継続されることとなる。ダグ・ユールを中心にバンドの立て直しが図られ、ユールがボーカル兼ギターに転向、新たなベースとして、ウォルター・パワーズが加入、ドラムにはモーリン・タッカーが復帰、ギターはそのまま、スターリング・モリソンが残留し、新たな4人編成のバンドとして、再スタートを切る。しかし、1年後、スターリング・モリソンが脱退、代わりに、キーボードのウィリー・アレキサンダーを加入させ、なんとか、バンド継続の道を探るが、ほどなくモーリン・タッカーも脱退し、ベルベッツの実質的な活動はここで終了する。しかし、この時点で、まだレコード会社との間にアルバムリリースの契約が残っており、残されたユールは一人で、スタジオミュージシャンを使い、なんとか、ベルベッツ名義のラストアルバム、スクイーズを完成させ、リリースにこぎつける。このアルバムのリリースをもって、ようやくバンドは正式に解散となった。リリースされたのは、1973年2月のことであり、リードの突然の失踪からすでに2年余りが経過していた。リード脱退後のユール主導となった、この時期のベルベッツに対して、再評価の動きもあり、様々な音源が発掘、リリースされている。解散後もメンバーはつかず離れずの状態で、それぞれ交流が続いていたのだが、1987年のアンディ・ウォーホルの死を契機に交流が活発になり、1990年、リード、ケール、モリソン、タッカーの4人で再結成。この時は一時的なものだったが、1992年、本格的に再結成され、ライブツアーを行う。しかし、ツアー後半からリードとケールの仲が再び悪化し、ツアー終了とともに活動停止状態になり、予定されていた新作アルバムの制作は中止された。その後、1995年にモリソンが死去。1996年のロックの殿堂入りの際には、リード、ケール、タッカーの3人が顔を揃えたが、演奏は行わなかった。また、2009年のイベントでは、リード、タッカー、ユールの3人が顔を揃え、ベルベッツとしてインタビューに答えている。ルー・リードは2013年に死去している。ありがとうございます。